近はあんまり潜水艦の情報が入ってこないけど、新しい情報はないの？なんだよいきなりどうした？確かに戦闘機や護衛艦、空母なんかの話は入ってくるけど日本の潜水艦事情は聞かねえな。今現在、収益中なのは、そういう型潜水艦だよ。新型の開発改良なんかの情報はないのかよ。はいはい、ございますよ。確かに現在収益中なのは、そういう型潜水艦だよね。これはよく聞く潜水艦だね。当然軍事開発は、どんどん進化していってるから、日本だって新型の開発は進んでるよ。そういうに続く潜水艦は、3000トン級の潜水艦らしいよ。情報では、今現在稼働中の潜水艦の次の次までの製造まで取り掛かっているらしいね。そうなのか。そんなに進んでたんだな。知らなかったぜ。まあ軍事開発はトップシークレットだから、一般の自分たちに情報が入るのは、かなり進んでからになるからね。知らなくても仕方ないよ。そういう型潜水艦は聞いたことあったけど、その次の次まで進んでいたとはね。本当に軍事開発というのは、進化が早いよね。そりゃそうさ。各国が競争してるようなもんだからな。開発をどんどん進めないと、自分の国だけすぐに置いていかれるからな。他国より一歩でも先を行ってやろうと各国必死さ。その通りだね。軍事開発は、日々目まぐるしい進化を遂げている。少しでも他国より遅れを取れば、あっという間に置いていかれてしまうからね。多額の資金や、膨大な時間を使って各国しのぎを削ってるんだ。ところで、そのそういう型の次世代型どんな進化をしてるのかな？そうだ、肝心なことを聞いてなかったぜ。よろしく頼む。それじゃあ行ってみよう。2019年6月に幕張でマスト2019というイベントが開催されたんだ。このイベントは、防衛装備や技術、海洋や航空安全に関するシンポジウムなどが行われたんだよね。このイベントで、新型潜水艦のイメージ図を三菱重工業が発表した。このイメージ図は日本だけじゃなく世界の関係者たちの注目を集めたんだ。おお、やっぱり三菱重工業だよな。さすがだぜ。うん。そうだね。三菱重工業の開発力と技術力は世界でもトップクラス。いや技術力だけで言うならナンバーワンかもしれないね。この三菱が発表した潜水艦のイメージ図に書かれていた新型潜水艦の正体について大きく三つの説が流れたんだ。そうか、まだイメージ図の段階では新型潜水艦の正体はみんなつかめていないんだね。そう、だから各国の関係者の間では色々な憶測が飛び交ったんだよね。まず今日本が開発中のそういう型潜水艦の時間3000トン級だという説、時に3000トン級の海洋型潜水艦という説、そして今回の主役である3000トン級の次の艦という説が主な関係者たちの予想だね。なんかよくわかんないね。確かに少しわかりにくいよね。じゃあそのあたりを説明するね。まず3000トン級潜水艦は、現行の最新型そういう型をベースにしているから、詳しい人が見れば違いはわかりやすいんだよね。だから、今回発表された潜水艦のイメージ図は、その次に開発されるさらに新しい型式の潜水艦じゃないかと言われてるんだ。でも、このイメージ図の潜水艦の性能などに関しては、確定している情報などは入ってきてないんだよね。ただ今までの、そういう型と比べてみると艦体自体のフォルムが違っていて、流線形を取り入れたようなフォルムになっている。それでも、やはりまだイメージ段階だから、どこまで現実に即したものなのかは、わからないんだよね。ってことは、三菱重工業が発表したのは、あくまでもイメージの段階だから、今後開発を進めていくうちに、発展していく可能性もあるってことだな。それじゃあ、まだ今の段階では艦隊のイメージしかできてないってことなんだね。性能などに関しては全くわからない状態なんだね。そうだね。でも専門家や関係者の予想は発表されてるよ。それを見ていこう。謎に包まれた次世代潜水艦だけど、現在のエンジン機関ディーゼルとリチウムイオン電池の併用はそのまま使用するだろうとされていて、このエンジン機関の始まりはそういう型11番艦からが始まりだったんだ。リチウムイオン電池は電力容量が飛躍的にアップできたので、それ以前に使用していたスターリングエンジンや非待機依存推進機関を廃止した。そうなると、そういう型潜水艦のそういうと OU の2隻。後継艦の3000トン級潜水艦3隻はリチウムイオン電池を併用したエンジンになりそうなんだ。この5隻でディーゼル機関方式とリチウムイオン電池のエンジンノウハウを積み重ねてきたから、次世代潜水艦はより進化したエンジンになるだろうと予測されているよ。でもよ、今世界で主流になっているのは、
原子力潜水艦だよな。この無限に動力を供給できる原子力の方が、長い期間深海に潜って任務をこなす潜水艦としては理にかなってると思うんだがな。うん、確かにそうだよね。軍事大国と言われてる国の潜水艦は、ほとんど原子力潜水艦だからね。でも日本人ならほとんどの人が知ってると思うけど、日本は核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないの非核三原則があるから、現時点での原子力エネルギーを軍事目的に利用することは、政治的にも世論的にもなかなか難しいことなんだよね。そうだよね。原子力発電所でさえ今現在でも一部の反対派がいるもんね。軍事目的となるとさらに反発は大きくなるだろうからね。でもね、この状況が変わるかもしれないという情報が入ったんだ。アメリカの軍事産業の一翼を担うロッキード・マーティン社が、小型核融合炉の実用化に向けての開発を進めているということなんだ。この小型核融合炉は原子力潜水艦で使用されている原子炉とは全くの別物らしく、厳密な定義からすれば原子力エネルギーではないのではないか、ということなんだけど、これも果たして実態はどうなのかな？原子力エネルギーじゃないなら、日本の潜水艦にも搭載できる可能性があるかもしれないな。確かに、搭載できる可能性はあるかもしれない。でもそれが必ずしも潜水艦の性能アップにはつながるわけではないと思うんだ。日本の潜水艦欧竜と東竜は今現在でも静粛性は世界と比べてもトップクラスなんだ。音で敵の位置を察知する海中での任務において静粛性が高いということは、これだけでも他国からすれば脅威になる。敵のソナーに探知されず、自国に近づく敵艦を追尾するような防衛面でも、より広範囲での積極的行動も可能だからね。新しい小型核融合炉を搭載できたとしても、この利点が損なわれるようでは話にならないからね。なるほどな。日本は専守防衛の国だから積極的に他国に出向いて作戦行動を取るわけじゃないから、長期間海中で行動できる原子力よりも、現在のリチウムイオン電池搭載艦の方が自国の領海を守るという点では、合っているのかもしれないな。そうだね。日本の周りには海からも空からも、ちょっかい出してくるうざい国があるもんね。まずは中国だね。ここ最近この国は軍事拡張にかなり力を入れているからね。今の感じで軍事用の艦艇を増やしていくなら自衛のためにも日本の潜水艦の能力向上は大事だね。日本としては、艦艇の数を増やして大きなコストをかけるより、性能の向上を図りたいところだよね。そうだな。軍事費はたまらないからな。資金力よりも技術力で勝負だな。もう一つ忘れてはならないのはお隣韓国だね。韓国は現在、原子力潜水艦の建造にかなり力を入れている。現在就任中のバッチさんと呼ばれる潜水艦も原子力推進型に改良すると言われている。なんで韓国はそこまで原子力潜水艦の建造に力を入れてるのかな？そりゃあやっぱり陸続きのお隣にクレイジーな国が存在してるからな。これは間違いなく世界屈指のクレイジー国家だね。同じ民族同士なんだけど、この両国はいつ有事が起きてもおかしくない状況が続いてるからね。文大統領時代は割合良好な関係は築けていたんだけど、今年に入ってからは、北朝鮮が南北共同連絡所を爆破するという、イカれた行動に出たんだよね。世界中がびっくりした事件だよね。そんなイカれた国を相手にするんだから、潜水艦は必要だと思うんだけど、実際は北朝鮮を攻撃するのにわざわざ潜水艦を使う必要はないと思わない？そうだよね。韓国と北朝鮮は陸続きだから38度線を超えて攻めた方が効率いいもんね。そういうことか。なんとなくわかってきたぜ。結局、韓国がなぜ潜水艦建造に力を入れてるかで言うと、日本ってことだよな。うん。その通りだね。日本と韓国はことあるごとに揉めてるからね。揉めてるというよりあちらが政治的目的で難癖をつけてきてるだけなんだけどね。自国で何か問題が起きれば日本を叩いとけばいい。というノリみたいなもんだよ。その日本に少しでも脅威を与えて優位に立っておきたいというのが、本当の狙いなんだよね。そうだな。こっちは相手にしてないが、韓国が日本のライバルと思ってるみたいだしな。要は軍備を強化して日本から常にマウントを取っておきたいってことなんだね。まあそういうことだね。話が逸れてしまったけど、日本には海を隔てたすぐ近くにこれだけの問題があるんだ。だから、新型の潜水艦を開発、建造し、常に隣国に対して牽制していかないといけないってことなのさ。次の新型の潜水艦は、また世界を驚かせるような潜水艦になると思うよ。技術力ならまだまだ、世界でもトップクラスだからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国と論争がありながらも、
ようやく台湾が新潜水艦計画の建造開始式典までこぎつけることができたようだね。蔡英文総統への表情やガッツポーズからも新たな潜水艦に期待を持っていることが伺えるな。台湾はずっと中国に抑え込まれてきたからね。台湾にとっては目の上のタンコブ的な存在だっただろうな。日本にとっての韓国みたいなものかな。韓国より軍事力に力を入れている国だし、ノロノロの影響力も強い国だから、その点で言えば韓国よりも厄介な存在だっただろうな。まあ何はともあれ、これから日本、アメリカ、ドイツの三国協力体制で、潜水艦は確実に稼働するだろうね。それじゃあ行ってみよう。2020年11月24日、台湾の蔡英文総統は新たな潜水艦の建造によって、台湾の主権を守るとの意向を固く表明したよ。これは高雄市で開かれた潜水艦の建造開始を記念する式典の中で述べた言葉なんだ。台湾は長い年月の間、潜水艦の刷新に取り組んできて、台湾が現在保有する潜水艦の中には、第二次世界大戦時のとても古いものも含まれており、核兵器搭載も可能となっている中国の潜水艦とは比較にもならないんだよね。やっぱり力の差があるっていうのは、いろいろな面で不利になっちゃうよね。中国に至っては経済制裁においてもためらうそぶりもなく行うから、警戒せざるを得ないよな。総統は式典の中で、潜水艦を新たに建造することは台湾の防衛力にとって、歴史的な節目と強調しているよ。現在まだ母国である中国に対して訴えたとも捉えられるような、建造は、主権保護への台湾の強い意志を世界に示すことになると語ったんだ。遠回しだけど、中国に対して強く訴えているのがわかるよね。さらに潜水艦は、台湾海軍の戦闘力強化の要であり、敵の船が台湾を包囲するのを阻止する上で重要、と続けて二国の防衛を強調したぜ。ちなみに台湾の潜水艦建造についてはアメリカも支持しており、式典では米国の台湾窓口機関、米国在来協会 AIT 台北事務所のブレント・クリステンセン所長大使に相当、も出席していたらしい。自国初の潜水艦建造を南部の高雄市で始め、合計8隻を建造すると発表し、2024年の完成、25年の収益を目指している台湾は中国の軍事的圧力が強まる中、新たな潜水艦で防衛力向上を狙うことが明らかとなったね。もちろん中国は、台湾の潜水艦計画に激しく反発しているんだ。それを証拠に中国は嫌がらせかのように、台湾を威嚇する軍事演習も、かつてない頻度と規模で行っているんだよね。圧のかけ方が中国らしいね。台湾はこれに屈さないでほしいな。2020年2月に人民解放軍は東部戦区で上陸作戦の大規模演習を行い、同戦区のスポークスマンは、この演習を定期的なものではなく、台湾の独立勢力を抑止するものと述べているんだ。翌3月には、中国の軍用機が台湾南西部の海域で初の夜間演習を行い、厳しい環境での作戦遂行能力があることを示しているぜ。また、5月の蔡総統への就任式にあらせ、78日間にわたって6回で強襲揚陸、当初奪還、強東歩行地区、防空のための統合演習が行われたみたいな、あの演習は6回と台湾海峡への地政的権利性を意識したと考えられるな。そして、7月には東部戦区と南部戦区が台湾の東柄と西柄で同時演習を行い、8月には東部戦区が台湾海峡への北端と南端で演習を行っているぜ。さらに9月には、中華人民解放軍が台湾の防空識別圏内にある、東沙諸島周辺で海空統合演習を行っているよ。その1ヶ月後の10月10日には台湾の国慶節に合わせて、人民解放軍は広東省と福建省でドローンや特殊部隊、空挺団も参加する動員演習を実施したんだ。このように、人民解放軍の台湾周辺での活動は過去数年と比べても大幅に増加しているが、質的にも多様な航空機による編隊飛行や、夜間演習の実施、中国内陸部を拠点とする航空機による台湾防空圏への飛行など、台湾への脅威を一層高める傾向が散見されたよ。台湾の東側海空域での人民解放軍の活動の活発化が確認されており、台湾海峡を越えた侵攻に備えればいいという台湾防衛の前提を崩すことにもつながるね。こういった環境においての台湾の蔡英文総統は、潜水艦の着工式に参加し、平和な国防に依存している。
自前の潜水艦の着工で台湾の主権を守ろうとする我々の強い意志を世界に知らしめることができると強く訴えたぜ。台湾は一歩も退かない覚悟があるみたいだね。潜水艦建造は民間造船大手の台湾国際造船が手掛けることになっているんだ。構造はディーゼルエンジンを使った通常動力型の潜水艦となり、米国製の戦闘システムなども導入される見込みだよ。当初1隻目の建造には、2025年までに493億台湾ドル約1800億円の予算を充てることになったが、中国から台湾という国を守るためには惜しまないという姿勢だろうね。その設計やデザインに関しては、日本の海上自衛隊の主力潜水艦で、世界でもトップクラスと言われている高性能ディーゼル潜水艦操縦型などを参考にしているというのは誇らしいことだよな。台湾は親日の印象が強いし、こういった面でもリスペクトが見えるから大好きだよ。ただし、建造の難易度は非常に高いと言われていて、台湾国防部のシンクタンクである国防安全研究院の蘇志雲所長は6割は台湾の技術、4割は欧米などの技術輸入に頼ることになる。理想の完成形としては、標準的な潜水艦よりも上のレベルのものになる、と指摘していたんだ。台湾は現在4隻の潜水艦を保有しているが、そのほとんどが旧式であるため早急な更新が、課題になっているね。新鋭の潜水艦を持つことによって、勝手に海洋進出を強めている中国に大きな牽制となるため、アメリカなどにも潜水艦の売却を求めている状況だぜ。アメリカラブッシュ政権第43代以来の2001年には台湾へ潜水艦の売却方針を固めていたが、最終的には中国の激しい反発などが考慮され実現されていないんだよね。しかし、しびれを切らした台湾海軍の強い要望で、馬英九前政権時代に初めて自国による潜水艦 IDS 建造計画が浮上させたんだ。ここでも、対中融和路線を敷く馬政権であったため結局、前進することはなかったよ。2016年に総統に就いた蔡英文民進党政権下で IDS 計画が一気に加速したんだ。ようやく2020年から着工にこぎつけた経緯があるね。中国は以前から計画に激しく反発しており、一触即発するのではないかという緊張感があることも確かだよ。中国が台湾に対して軍事侵攻を行うことになれば、アメリカがそこに介入し、双方に大きな犠牲が出る可能性が高いことが目に見えており、中国としても現時点では米中戦争は避けることを優先すると考えられるぜ。しかし、人民解放軍が台湾海峡への中間線を越えるなど、これまで台湾海峡への安定につながっていた要素を顧みない行動を取るようになったことで、偶発的事案が発生する可能性が高まっていることも確かだな。これは台湾と中国の両国が平和的に問題を解決することを祈るばかりだよね。ああ、有事が起きれば必ず日本も黙って見ているわけにもいかないし、中国に余裕を据えるチャンスを逃してもいけないと個人的には思っているぜ。出る杭は打たれるっていうし、そろそろ停滞打撃を与えても良さそうだよね。まあ何はともあれ、台湾にはこの調子で力を蓄えてほしいものだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊保有の新型3000トン級対艇潜水艦が2020年10月に進水して半年が経ったね。この潜水艦はとても巨大なのに静粛性に優れていて世界屈指の潜水艦と言われているよね。だけどこの潜水艦は静粛性だけが強みじゃないんだよな。他にもすごい機能が搭載されているの？実は、この新型潜水艦にはもう一つ大きな秘密が隠されているんだぜ。何それキヨスク。お前ってネット用語も使うんだな。こう見えて喫水のネラーなもんで。こう見えてっていうか、まあまあ予想通りなんだが。さてさて、今回はその秘密が何なのかを公開してしまうよ。それじゃあ行ってみよう。その秘密というのが新型超魚雷の話なのだけど、他では見ることができない各種装備についても同時公開するよ。隣国の動かない潜水艦を作る意味があるのかというのも疑問だがな。韓国がまともなものを作ることの方が珍しいのは周知の事実だよね。まあとはいえ今回はひとまず対艇潜水艦についてだな。昨年2020年10月、長期で名称未定だったため便宜上3000トン型と呼ばれていた、海上自衛隊の最新鋭潜水艦が進水式を迎え、同時に対艇と命名されたことが公に報じられたよ。その日から対艇型と呼ばれることになった新型潜水艦は、すでに3番艦までの建造が進められているんだけど、2021年2月の時点では同型の潜水艦がいくつ建造されるかは明確になっていなかったんだ。
この時点で前級となった双竜型は12隻、前々級の親潮型に関しては11隻が建造されたが、昨今の目標だった実動潜水艦の22隻体制が整備されつつある現在、さらにそれを増加させるかは大芸型次第かもしれないね。その大芸型潜水艦であるが、基準排水量が3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルと、基準排水量が50トンほど、増加したこと以外は双竜型の後期に建造された双竜と規模はほとんど変わらないぜ。この比較で大きさ規模だけでなく全体のフォルムも含めて、大芸型は双竜型の全ての面をカバーできており、一見してすぐにわかるような新機軸の導入は行われていないんだよな。当然大芸型も、双竜型の最高機型である11番艦双竜や、12番艦東竜と同一のリチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関を機関部に採用しているため申し分ない潜水艦となっているぜ。今後ますますリチウムイオンバッテリー自体が高性能化する可能性があるため、しばらくはこの機関構成が海上自衛隊における標準的な仕様となるだろうね。だけど、リチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関で構成された双竜以後の最高出力は、水中で約5600馬力となっており、実は双竜型の約8000馬力から低下しているという現状もあるんだ。このことから水中での最高速度も約20ノットから約18ノットへと低下している、という計算になるんだけど、連続潜航時間や持続可能速度の向上によって、運用上の運動性能は上昇したとも言われているから謎の深みにはまっていくんだよね。大芸型では潜水艦の荷目となるソナー類も双竜型から進化した、Z998 タイプを装備しているぜ。また、艦首に沿って包み込む形状の円筒アレイや、光ファイバーを用いた栄光式アレイなども実装しているところの世界屈指と言われるゆえんだな。あらゆる分野で進化している共同光線能力に関しても大芸型は対応することができ、友軍の人工衛星や航空機、水上戦闘艦等とのデータリンクにより、自らは捕捉できていない敵目標を攻撃することも可能なんだ。かゆいところに手が届く潜水艦ってわけだね。大芸型は従来の海上自衛隊潜水艦と同様に艦首部分に片側3門、合計6門の 533mm 魚雷発射艦を実装しており、地平装として89式および新型の18式超魚雷、またはハープーン対艦巡航ミサイルを搭載することができるんだよね。中でも新型の18式超魚雷は、従来型魚雷と比較して敵のデコイや欺瞞への対応能力を特段向上させており、しかも先進度での使用可能という仕様になっており、今後の主戦場となり得る東南シナ海での使用も、想定して作られているぜ。対中国使用が着々と進んでいるってところかな？この18式超魚雷は対潜水艦、対水上戦闘艦の両方に使用可能となっているけど、中国海軍が配備を進めている航空母艦などの大型の水上戦闘艦を牽制するのに、最も強力な兵装の一つだと言われており、いつか一泡吹かせるかもしれないね。いいねいいね、一泡吹かせちゃおう。2022年から収益予定の大芸型にとっては少々気の早い話題になってしまうかもしれないけど、時給の海上自衛隊の潜水艦がどのようなものになるのかという点も非常に興味が湧く話だよね。次はどんなすごいものを作るんだろうってワクワクしちゃうね。大芸型が双竜型のキープコンセプト上にあったということからも、今後のデザインや兵装も含めた全面的な刷新を待望するものだろうと、個人的に期待を膨らませているんだよね。まだ記憶に新しい2019年のマスト2019というイベントで三菱重工業が定義していた、イメージ画像の近未来型潜水艦に、現行の大芸型から大幅な変更を見て書いたという指摘もあるようだぜ。あの時のイメージ画像の近未来型潜水艦には、現行の大芸型に比べてセールの位置が若干後方に移ると同時に、より船体に一体化した流線形の形状の中に組み込まれていたことが妙に頭に残っているな。まあ、あれはあくまでのイメージ画像というのはわかっているが、実際の時給のデザインがいかなるものになるのか、しばらくの間は一般に公開されることはないだろうな。でもミリオタとしては気になっちゃうところだよね。潜水艦の推進方式に関しても現在急速力で自動車などの民生品での開発が進んでいる。全固体電池の潜水艦用への実用化が図られていて、リチウムイオン蓄電池をはるかに超える航行時間や行動範囲を得る可能性も高いと見積もられているよ。だけど最終的にはドイツの209型や212型などが採用している燃料電池の高性能化が本命になるのではないかと予想されていて、
自給タイプがいずれ通常動力型潜水艦の標準になるのではないだろうかと、業界で囁かれているみたい。どうしても電池である以上、充電の必要性は絶対にあるが、瞬間的な水中移動速度などにおいては電子推進型潜水艦にも引けを取らない、30ノット以上の高速度の機体できるのが燃料電池だと言われているな。日本は原子力潜水艦は保有してないから、いかにそれを上回れるかが、重要になってくるよね。まだ海底型に関しても明らかにしていない性能もあるため、未知の未来型潜水艦については本当に未知数と言っていいと思うぜ。しかし潜水艦ファンにとってはその全貌が明らかになることに心を躍らせて待っているよ。また、世界の潜水艦のトレンドが日本型のものになることを期待して今後も注目していくよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 海上自衛隊の潜水艦探知能力は世界でも有数とされているけど、果たして本当のところはどうなんだろうな。技術力や乗組員の連動を考えると、有数って評価も妥当だと思うな。実際、中国の潜水艦をしっかり探知しているし。あいつならこちらの能力を試している隙もあるからな。探知できているからって油断は禁物だぜ。うんうん、優れているからって天狗になっちゃダメだよね。その点日本は慎みを持って精進できる国だから、大丈夫だよ。そうだね。まずは近年、ステルス性を高めているとされている中国海軍の原子力潜水艦の行動を、把握できているのかについて見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。現在、日本近海における仮想敵国の潜水艦探知においては、哨戒機 P1 および P3C による毎日の定期的な哨戒飛行が実施されているほか、公表はされていないものの尖閣諸島付近においては潜水艦による、海中からの哨戒も継続されているものと思われるよ。またその他にソーサスサウンドサーベイランスシステムと呼ばれるアメリカ海軍が、世界中の海に張り巡らせている海洋監視システムを、日本近海においては共同で運用しているんだ。アメリカと日本の共同運用なら資格なしだね。ちなみに、海洋監視システムはどんなものなの？この海洋監視システムは海底に水中固定超音機パッシブソナーを設置して、その上を通過する艦艇から発せられる音響を探知するもので、海底ケーブルを施設するか独立で設置されるんだ。近年では、艦艇から発せられる音響の探知だけでなく、その周囲に発生する水中電解アンダーウォーターエレクトリックポテンシャル UEB を探知するシステムが実用化しているとされているぜ。水中電解？この水中電解とは、艦艇や潜水艦などの海水と接しているアースとしての金属部分があり、そこから艦内の電気が海水に放出されて電解を生じる現象のことで、常に艦艇や潜水艦からしているため、船体全体に帯電している電磁を消し去ったとしても常に発生しているとされているよ。どんなに隠密性が高くても、電気を発する異常は隠れられないってことなんだね。とんでもない索敵性能だね。この水中電解を捉えるためのセンサーの開発が防衛庁艦艇装備研究所において進められていて、実はすでに運用が開始されており、先日発生した中国原子量潜水艦が尖閣諸島の接続水域を潜航した事件において、探知したのがこのシステムではないかとされているんだ。海上自衛隊ではかつての東西冷戦時代から、津軽海峡、津島海峡、北海道東部から下北半島にかけてなどにおいて、ソ連の潜水艦の動向を監視していたよ。近年では中国海軍の東シナ海における謀略無尽な活動を監視するために、南西諸島全体に最新型の音響監視装置を備えたソーサスを、沖縄本島にあるアメリカ軍施設を中心として施設されていることが明らかになっているが、その詳細は日米安保における最高機密となっているぜ。沖縄県のうるま市にあるアメリカ海軍のホワイトビーチ基地内に、海上自衛隊沖縄海洋観測所がその拠点として設置されていて、ここから海底に伸びる2本のケーブルによって、
九州南部と台湾沖まで数百キロに最新の水中超音機が数十キロ沖に設置されているとされているよ。ちなみにこの観測所には海上自衛隊の潜水艦のソナー要員経験者が超音を担当しているほか、アメリカ海軍からも人員が派遣されていて、収集された情報は完全に共有されているんだって。この操作数は、水上艦艇や潜水艦に搭載されているソナーが、接近してくる敵を探知する近距離探知能力しか持たないことと比べると遠距離探知が可能で、九州南部から南西諸島を広くカバーすることが可能である反面、ケーブルの両端の陸上に管理施設が必要となる欠点があり、そのため日本近海では宗谷海峡はもちろん、朝鮮海峡では韓国の協力がなければ設置することができず、さらには与那国島と台湾の間も設置が難しいんだ。協力であるがゆえの欠点ってわけだね。そういうこと。また、中国が多数の軍事施設を建設している南シナ海においては同国海軍の原子力潜水艦基地が極秘裏に建設されているとの噂があるが、この海域をカバーできるような操作数の設置はアメリカ海軍でも実現不可能だろうね。かゆいところに手が届かない感じだね。そこで、中国の原子力潜水艦の探知については移動式の操作数が注目されているんだ。移動式にすることも可能なの？すごいね。敵国の潜水艦の動向を探知したいが、陸上に施設を設置することができないのであれば、洋上を航行する艦艇に広域を監視できる高性能のソナーを積み込み、洋上にそれらを浮かべて引っ張ればよいとの発想からできたのが、サータスサーベイランス飛ぶアライソナーシステムなんだ。もともと水上艦艇や潜水艦がソナーを曳航しながら敵潜水艦を探知するための、戦術曳航ソナーシステムである、タックタスタクティカル飛ぶアライソナーシステムがあったが、これは実際に戦闘が発生している戦術レベルで使用するもので、このサータスはそれと違って広域な探知が可能であり、哨戒機と同様の早期警戒を目的としているんだぜ。その艦艇は海洋監視艦と呼ばれ、アメリカ海軍では艦式号 AGOS されているよ。この海洋監視艦自体は東西冷戦時代から任務についていたものであるが、現在は南シナ海に展開しており、それに対して中国海軍が牽制するといった事件も発生しているよ。実は、海上自衛隊においてもこの海洋監視艦を保有していることがあまり知られていないんだぜ。2021年3月4日に岡山県の三井 E&S 造船株式会社玉野艦船工場で、響き型音響測定艦秋が海上自衛隊に引き渡され、3隻目の音響測定艦として就役したんだ。この音響測定艦こそがサータスを運用して中国の原子力潜水艦の早期警戒任務に当たる海洋監視艦なんだよね。潜水艦の2隻並べたような添え添えの上に幅の広い甲板を持ち、真横から見ると四角四面に見える個性的な船体の響き型音響測定艦は、満載排水量3800トン、全長 67.0 メートル、最大幅 29.9 メートルで、40名の乗員を乗せて最大速力11ノットで航行し、兵装は搭載しておらず、ANU992 と呼ばれる新開発の SURTASS が搭載されているぜ。まさに索敵洋艦だね。ちなみに ANU992 はケーブルの全長が1800メートル、曳航アレイが約2600メートルの長さで、150メートルから460メートルの振動3ノットで曳航されるぜ。この艦の任務はその性格場から長期にわたることが考えられるため、乗員の居住区間では乗員の快適性に配慮されていて、トレーニングルーム、自習室などがあり、生鮮野菜の確保のために野菜栽培機などが搭載されているほか、物資補給や負傷者や傷病者が発生した際に搬送するため、ヘリ甲板が設置されているよ。大乗組員にも優しい仕様なんだね。確かに責任のある仕事だから、乗組員の方々には適度にリフレッシュしてほしいもんね。また、この響き型を運用する第一音響測隊では、これまで響きと播磨の2隻を3つのクルーで運用するクルー制を導入していたけど、秋の収益によって3隻を4クルーで運用することになり、1隻が稼働1隻、1隻が訓練、そして残り1隻はその間整備され、1クルーが完全休養できるローテーションが可能となり運用性が向上するとされているよ。中国海軍では現在、これまでの093型原子力潜水艦よりもさらに静粛性が高められているとされる、095型原子力潜水艦の開発が進んでいるとの情報があるけど、どれほど静粛性を高めたとしても、原子炉を停止できない原子力潜水艦から漏れる音を遮断することはできないんだよね。そのために、海上自衛隊とアメリカ海軍のタッグによる潜水艦監視網から、
逃れることは不可能だと考えられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊所属総遊型潜水艦がオーシャンアルテミス号との衝突は衝撃的だったよね。ああ、雷事故に至らなかったのは偶然にもスプラれたよな。今現在神戸市の海上自衛隊阪神基地に到着しているらしいぜ。本当によかったよね。今回はその衝突事故を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上保安本部や海上自衛隊の事故調査が続けられている中、結構衝撃的な映像を見つけたよ。冒頭で話したように、商船と総遊型潜水艦が衝突した映像だね。総遊は浮上時に商船オーシャンアルテミス号の底部に衝突したみたいだよ。2021年2月8日、総遊型潜水艦が商船オーシャンアルミテス号と衝突したというニュースが入ったんだけど、この知らせに、潜水艦に詳しい人たちは大いに驚いたことだろうね。なかなか急な事故だっただろうからな。具体的な事故の内容はどんなものだったの？事故の内容だけど、総遊が商船の底部に衝突したという事態だったんだ。オーシャンアルテミスの乗員には幸い怪我人はいなかったんだけど、潜水艦では3人が軽傷だったようだね。大きな事故までいかなかったのがむしろ不思議なぐらいの事態だったんだ。なぜこんなことが起きたのか。事故の原因はまだ解明中とのことだが、そういう潜水艦の船座が折れ曲がってしまうほどだから、その衝突の激しさがよくわかるな。単純に考えると潜水艦は兵器の一つ。それが普通の船とぶつかって壊れたイコール負けたってどういうこと？と不思議に感じる方もいるんじゃないかな。はいはい、僕もそう思うよ。日本が誇る潜水艦総遊が破壊された？冗談でしょって思ったもん。そうなるよね。訓練中だった総遊内での連携ミスが原因ではないかとされているけど、実際の解明まではかなり時間がかかりそうなんだ。それじゃあさらに詳しく掘り下げていこうかな。まずは改めて事故の詳細を紹介するね。一昔前は台風の接近ニュースでよく名前が出ていたのが高知県の足摺岬だけど、その沖で2021年2月8日午前、海上自衛隊の総遊型潜水艦1番艦総遊が、民間の貨物船と接触した事故が発生しというニュースが多数のマスコミによって報道されたんだ。潜水艦総遊が接触した相手艦船は香港の貨物船オーシャンアルテミス号だったんだけど、不幸中の幸いと言うべきだろうね。相手側には怪我人や船の損傷は起きなかったんだ。こちらの総遊柄でも3名の乗組員が軽い怪我をした程度だったしな。つまりそこまで深刻なダメージを受けたわけではないんだよ。今後海上保安庁や海上自衛隊の事故委員会が調査して、事故原因の究明を進めていくと言われているよ。事故後に公開された映像や写真などを見ると総遊のセール部分の損傷は、肉眼でも認められるほど明らかだったようだね。総遊が浮上時にオーシャンアルテミス号の底部に衝突したことがわかる状態だったんだ。この事故で一番に問題視されたのは、事故の衝撃によって総遊の通信機能が失われてしまったため、事故報告ができたのは発生からなんと3時間以上も遅れてしまったことだよ。有事の際の通信機能の消失は笑えない状態だよね。怪我人の重傷度合いによってはその時間が命取りだからな。報道によると、事故の発生地点は足摺岬から約 50km 沖合の海上だったんだけど、この海域は携帯電話の電波の圏外だったんだ。そのため、通報が可能な電波が受発信できる圏内へ移動するまでに時間がかかってしまったということなんだ。驚くのは、その通報した機器も乗組員の私有物である携帯電話を使ったものだということなんだよね。潜水艦自体の通信機がこういった不測の事態に対応できないとは信じられないと感じちゃうよね。緊急時の連絡方法について、会議の中ではどのように規定されていたのだろうという疑問が浮かんでくるよな。言うまでもなく潜水艦は日本の領海の防衛を担っている最前線に立つ艦艇だからね。その艦隊がわずかな接触事故によって、大切な通信機能を失ったという事実は、即応のリカバリー体制も含めて万が一の非常時に果たして対応できるのだろうかという不安が拭いきれないよ。素人が見ても、当日の海上は悪天候ではなく、安定していたように思われるし、それから考えてもどうしてこのような事故が起こってしまったのかと不思議に思えるぜ。ちなみにぶつかった相手のオーシャンアルテミス号は全長が200メートル以上と、そういうの倍以上もある大型貨物船なんだ。それほど大きな存在を認識できずに浮上してしまったことも気がかりなポイントだね。潜水艦は浮上する際に、潜望鏡を海面に出すんだけど、その深度まで達することを露鏡というらしいよ。
今回の操縦は露頂するときにはオーシャンアルテミス号を発見していたみたい。しかし潜望鏡でオーシャンアルテミス号を発見したものの、気づいた時点では衝突を避けることができる距離はすでに過ぎていたので、やむを得ず衝突に至ってしまったというのが記者会見における岸防衛大臣の説明だったようだね。何らかエラがありそうだよな。考えすぎか。どうだろうね。真実はいつも一つ。現実は小説よりもけなりって言うしな。体は子供、頭脳は大人、その名も。さてさて、海自の潜水艦事故は他にもあるのか。うんうん。実は海自の潜水艦による露頂時の事故はこれだけではないんだ。2006年平成18年にも発生していたんだよ。この時は練習用潜水艦朝潮が宮崎県沖の海域でタンカーと衝突したみたい。この事故以降、海上自衛隊では朝潮の事故を教訓に、潜水艦運用手順の厳格化を実施してきたと言われていたんだけど、不幸にして再び露頂時に事故が起こってしまった格好になったんだよね。過去の教訓を活かせていない。トマッシングを受けても仕方がないな。幸いというか、今回の操縦、前回の朝潮、共に衝突した相手が地震よりもはるかに巨大な艦艇だったために、その後の大きな損害、被害につながらなかったことが幸運だったと思われるね。しかし、潜水艦事故といえば未だに多くの人が思い出すであろう愛媛丸の悲劇があるんだ。愛媛丸の悲劇？2001年平成13年に発生した愛媛丸事故は、アメリカ海軍の攻撃型潜水艦グリーンビルが浮上時に愛媛丸に衝突し、艦自体が沈没してしまったんだ。沈没させられた愛媛丸は9名の犠牲者を出したんだよね。これほど船体の大きさに差があったわけだから、グリーンビルにぶつけられた愛媛丸は無事では済むわけがないよね。だからこそ、前述のように9名もの死者を出す悲しい結果になってしまったんだろうな。また忘れてはならない事故がもっと遡った1988年昭和63年に発生した名田潮事件だな。名田潮事件？神奈川県の沖合で海自の潜水艦名田潮と釣り船第一杉丸が衝突し、第一杉丸が沈没。乗客30名という多数の死者を出す結果となったんだ。この時の第一杉丸が約150トン。名田潮は水中排水量約2900トンと大きな差があったため、第一杉丸はひとたまりもなく、沈んでしまったことが伺えるぜ。うんうん、この名田潮事故については、艦長らが航海日誌の記述を後に換算したという疑念も浮上し、事故の責任を回避しようと企んだとして当時は大きな社会問題となったんだよね。潜水艦の設計上、溺れている人を助け上げることはできないのだろうけど、艦上に立ったままで手をこまぬいて海面を眺めているような乗組員の姿をニュース映像で見て、苛立たしさを感じたものだよ。さて今回の操縦は長期にわたる定期点検後の航海だったとも言われているんだけど、乗組員の習熟度が不足していたための人的ミスの可能性なども指摘され始めているみたいだね。いずれにしても、日本が誇る操縦の失態ですから、真実が知りたいものだな。そして何よりも、日本の領海防衛には欠かせない潜水艦だから、一日も早く対応策を実施し、操縦の運用再開を希望するよ。本当にその通りだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2020年10月に新型の3000トン級潜水艦大芸が浸水したよ。とうとう来たね。潜水艦界の忍びが。忍びって言い方も間違いないな。この艦は静粛性において世界でもトップクラスと言われているし。影分身の術とかお色気の術とか使えるかな？それはさすがに無理だな。カトンとかスイトンとか風トンとかは？いや無理だよ。完全に忍び違いなんだよな。諦めたらそこで試合終了ですよ。いろいろ混ざってんだよな。まあそんな派手な技は使えないにしても、この新型潜水艦にはもう一つ大きな秘密が隠されていたというのが本記事の焦点でもあるんだよね。だから最後まで読んでいただければこの秘密を知ることができるってわけだね。切り替えの速度がピカピカのミノルの能力者なんだよな。それじゃあ行ってみよう。大芸は新型の18式超魚雷を装填することが可能で、その他にも色々な装備も揃えられているんだ。通常動力型潜水艦では世界トップではあるんだけど、操縦型潜水艦が衝突事故を起こした件もあるんだ。でもひとまず今回については触れないことにするよ。当初、しばらく名称が決まっていなかったため便宜上3000トン型と呼ばれていたけど、海上自衛隊の最新鋭潜水艦浸水式を迎えると同時に大芸と命名されたよ。浸水式終了後大芸型と呼ばれることになった新型潜水艦は、すでに3番艦までの建造が進められているが、2021年4月の時点では同型の艦艇がどれだけの隻数を建造されるのかまでは明確になっていないんだよな。そうそう、
旧式モデルとなった双竜型は12隻、前々クラスの親潮型は11隻建造されたけど、海上自衛隊の目標だった実動潜水艦の22隻体制が整いつつある現在、太平型をこれ以上増加させるかは政府も検討中なんだって。太平型潜水艦のスペックはどんな感じなの？太平型潜水艦については基準排水量3000トン、水中排水量不明、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 10.4 メートルって感じだね。双竜型の11番艦である王竜と比べると、基準排水量が50トンほど増加したこと以外は、ほとんど変わらないんだ。太平型は、大きさや手も、全体のフォルムも含めて双竜型の全ての面を踏襲しており、一見してすぐにわかるような新機軸を導入していないんだよな。また、双竜型の最後期型である11番艦王竜や、12番艦東竜と同じリチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関を機関部に採用しているため静粛性も世界トップクラスになるぜ。静粛性は日本の潜水艦の強みだね。そうだね。地球にも優しいと言われているリチウムイオンバッテリー自体が今後さらに高性能化する可能性もあるため、これからはこの機関構成が海上自衛隊における標準的仕様となって続くだろうと予想されているよ。熱を言うとリチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関による王竜以降の最高出力は水中で約5600馬力となっているが、双竜型の最高出力約8000馬力から比べるとかなり低下しているんだよな。このことから水中での最高速度も約20ノットから約18ノットへと当然低下しているんだが、連続潜航時間や持続可能な速度を向上させたことよって、運用上の運動性能が上昇したそうだぜ。うんうん。この太平型については潜水艦の地目となるソナー類も、双竜型から進化した Z998 タイプへとバージョンアップされ、艦首に沿って包み込む形状の円筒アレイや、光ファイバーを用いた栄光式アレイなどを実装させることに成功したんだ。しかも、あらゆる分野で進む共同光線能力にも適応することができ、味方の人工衛星や航空機、水上戦闘艦等とのデータをリンクさせることにより、時間が補足できていない敵目標への攻撃も可能となったんだよね。うわ、それはすごいね。視覚なしじゃんまるで鷹の目だよ。また、従来の他種類の潜水艦と同様に艦首部分に片側3門、合計6門の 533mm 魚雷発射艦を実装しており、私兵装として8旧式及び新型の18式超魚雷やハープーン対艦巡航ミサイルを搭載できるようになっているんだ。その中でも新型の18式超魚雷は、従来型の魚雷と比較して敵を欺瞞して本物の目標と誤認させる、電磁波装備のデコイへの対応能力について向上させており、先進度でも使用が可能となっており、今後の視線上になりうる東南シナ海での使用も想定されているんだぜ。その中でも新型の18式超魚雷は、従来型の魚雷と比較して敵を欺瞞して本物の目標へと誤認させる、電磁波装備のデコイへの対応へ能力について向上させており、先進度での使用が可能となっており、今後の視線上になりうる東南シナ海での使用も想定されているんだぜ。わぁ、静粛性も優れていて、見えない相手も捕捉できて、相手の陽動も見破るなんて忍者みたいだね。そうだね。18式超魚雷に関しては対潜水艦、対水上戦闘艦の両方に使用可能だけど、お隣の中国海軍が配備を進めている航空母艦などの大型の水上戦闘艦を、牽制するのに最も強力な兵装の一つとなっているよ。これはおそらく太平型が双竜型のコンセプトを受け継いでいたことからも、今後の艦隊デザインも含めた全面的な刷新を待望するものだろうと予想しているぜ。そういえば、2019年に開催された MAST2019 というイベントで、三菱重工業の展示コーナーで提示した次期潜水艦 29SS 新型3000トン潜水艦のイメージ画像の近未来潜水艦を見たときに、現行の太平型からの大幅な変更を見て衝撃を受けたよ。当時の次期潜水艦イメージ画像では、現行の太平型と比較して艦首に傾斜角が付き司令塔の位置が若干後方に移ると同時に、より艦隊と一体化した優先形の形状の中に組み込まれているように見えたんだ。29SS は双竜型の発展形であり、X 字形線舵で操縦性と信頼性を増した設計を継承するそうだね。改良したのは流体力学効果の向上が目的であり、結果として音響面でステルスとなり抵抗を減らしつつ速力と航続距離が増えることになるよ。この誘導床構造で振動とショックを減らすことで 29SS は静粛性が一段と増すだろうね。まあ、しかし画像はあくまでのイメージであり、
実際の飛球のデザインがどんなものになるのかは、まだしばらくの間は一般に公表されることはないだろうな。それでもロマンがあるよね。推進方式に関しても大重量ボンベジェット方式を採用し、現在自動車などの民生品での開発が進んでいる全固体電池の潜水艦用への実用化についての研究を進めており、リチウムイオン蓄電池をはるかに超える航行時間や行動範囲を得る可能性も高いとされているぜ。しかし結果的にはドイツの209型や212型などが採用している、燃料電池の高性能化が本命になるのではないかと言われていて、次期潜水艦 29SS については、いずれ通常動力型潜水艦の基準になるのではないだろうかと論じられているよ。動力源が電池である以上、どうしても充電の必要性という問題があるけど、瞬間的な水中移動速度に関しては現状の原子推進型に引けを取らない、30ノット以上の高速度も期待できるのが燃料電池だと言われているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今日も見てくれて、ありがとう。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 もう中国の行動を当たり前のように感じている自分がいることに驚きだよ。何度も繰り返し日本の接続水域内を先行しているからな。国際法上禁止されてはいないと言っても、これは明らかに挑発行為だよね。他人の家の前をうろうろしているのと変わらないからな。どう考えても不審者だぜ。今回はそんな中国の日本の接続水域内先行について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省は、2021年9月10日の午前に鹿児島県奄美大島東側の接続水域内を中国海軍のものとみられる潜水艦が先行したまま通過したとして、またその近くを中国海軍のミサイル駆逐艦1隻が航行していたこと発表したのを覚えているかな？その不審潜水艦はその後12日の午前には奄美大島の北にある横当島の西南西の接続水域外を先行して、東シナ海を西に先行したところまで確認されているけど、潜水艦、駆逐艦による領海侵入をすることはなかったんだ。また、その翌日の13日午前には加藤官房長官が記者会見において様々な情報を総合的に判断したところによれば、当該潜水艦は中国海軍のものとおそらく推定されている。今回日本への領海侵入はなかったものの、潜水艦による接続水域内の先行通過が国際法上で禁止されていないとしても、我が国の接続水域内で戦没した他国の潜水艦が確認されたことは注視すべき状況であると述べているぜ。他国の領海内を潜水艦が航行する場合、一旦浮上して国旗を掲げることが国際法で定められているが、接続水域内においては明確な規定はなく国際法上の問題はないので何とも厳しいことは言えないんだよね。とはいうものの、他国の領海近くを先行したまま通過することは、軍事的挑発とみなされるのが世界的常識であり、今回の中国海軍潜水艦の行動については近年多発している中国海軍の挑発的行動を踏まえ、当時は国名を挙げて牽制したものとみられているな。これまでに公表された中国海軍潜水艦が日本の接続水域内を航行した事件は、2004年に起こった阪急原子力潜水艦による領海侵犯事件以降、昨年6月までに6件も公表されていることから中国は確信犯なんだろうね。6件も確認されているんだね。そりゃ当たり前のように感じるわけだよ。過去に遡って2013年5月19日南大東島南の接続水域内を北東に先行、2014年3月19日宮古島東の接続水域内を北西に先行、2016年2月15日津島南東の接続水域内を南西に、日本海から東シナ海に先行など、2年間でこれだけの先行を繰り返していたんだ。今から約4年前の2018年1月10日には宮古島や尖閣諸島の大正島の接続水域を先行通過した三級原子力潜水艦が、接続水域通過後に浮上して中国国旗を掲揚しながら航行したという事件も起きているぜ。この時の三級原子力潜水艦が浮上航行したことについては前例が見られず、
中国海軍による自衛攻防だったと言われているが、我が国の接続水域を潜航中に海上自衛隊による執拗な追跡活動に負けて浮上したという方が真実に近いだろうな。なんだか他人の家のインターホンを鳴らして逃げて、最終的に家主に追いかけられて白旗をあげる子供みたいだね。はっきり言ってなさいよな。日本の追跡能力を試したという声もあるが、それすら負け惜しみに聞こえるぜ。昨年の2020年6月18日には、奄美大島と横当島間の接続水域をフィリピン海から東シナ海に向けて潜航する事件も起きており、6月18日午後から6月20日午前にかけて接続水域を潜航したことが防衛省から発表されているよ。中国海軍はロシアの通常動力潜水艦を導入して以降、自国開発の原子力潜水艦を保有するようになって、自国防衛ラインと定めた第一列島線外である西太平洋に年々進出してきているんだ。巨大な力を持つとつからずにいられないのが人間の差だが、中国はこれが顕著に現れすぎなんだよな。黒海艦隊、東海艦隊に所属する潜水艦の西太平洋への進出するためには日本の南西諸島への間を抜けることが必須であり、先行したまま航行可能であるのは航海部分がある沖縄本島宮古島間、奄美大島横当島間、そして大隅海峡への3カ所のみとなっているぜ。この3カ所のうち沖縄と宮古島の間の幅が最も広く、潜水艦のみならず中国海軍艦艇が太平洋に進出するための主要航路となっているが、その宮古海峡を通過せず、あえて狭い海峡に入り込み接続水域に侵入を繰り返しているのら、その海峡が封鎖された場合の航行路として活用するための完熟訓練の一環として、プラシー海底地形図や潮流などの海峡調査をする目的もあるのだろうな。明らかに戦いになった時のことを想定して環境把握を行っているのに、指を加えて見ているだけなんて悔しいよね。2013年から挑発するかの様に接続水域への侵入を繰り返していたのは、高精度の潜航航法能力が備わっていないからであるが、近年では正確な海底地形図を保有し航法能力が向上したと言われているので、やはり確信犯なんだろうね。その証拠に、前とした2020年6月に奄美大島と横当島の間を通過したケースでは、最大幅 10km という狭い海域で領海侵犯することなく潜航通過しているしね。着々と成果を出しているみたいだな。日本にとってはありがたくない成果だが。そうだね。でも日本も黙って見ているだけじゃないみたいだよ。東シナ海から西太平洋に往来する中国海軍潜水艦捕捉システムが、沖縄本島を拠点として南西諸島をケーブルで結ぶ潜水艦音響監視システムソーサスを米軍の協力によって施設されたようだよ。このソーサスはもともと東西冷戦時代に旧ソ連潜水艦を監視するために、日本の近海では津軽海峡、対馬海峡を中心に設置されていたが、それが近年では対中国潜水艦監視用として活用されているというわけだね。ソーサスってどんなものなの？これはケーブルに埋め込まれた固定式音響探知パッシブソナーによってその上を通過する潜水艦を探知するものだが、最近では水中で発する艦艇からの電磁波を察知する水中電解センサーも設置されているため、中国海軍潜水艦の動向は手に取るようにわかるんだ。すごい索敵能力だね。そうだね。このような中国海軍潜水艦の外洋進出について関してネット上の反応では、米海軍と海上自衛隊は中国潜水艦の運門はすでに把握していて、どの潜水艦がいつどこで潜航しているかは手に取るようにわかると言われている。しかも公にしているのは一部であり、中国海軍が潜水艦の行動がバレていないと思ったら大間違いだぞとの声が上がっている。中国が不穏な動きをしても、こっちには筒抜けってわけだね。この事実を理解しているからわからないが、残念ながら中国は外洋進出を自粛するつもりはないみたいだな。明らかな挑発行為だね。また、中国との尖閣諸島の領有問題に限らず、ロシアとの北方領土問題、北朝鮮との核保有と拉致問題、さらには韓国との間の竹島領有問題、従軍慰安婦問題、徴用工問題などの解決交渉を強気に進めるべく強大な軍事力を保有すべきという意見もあるよ。確かに日本はもう少し軍事力を上げた方がいいよね。もちろん抑止力的な意味でね。それはそうなんだが、いかんせん日本には憲法苦情があるからな。難しいところだね。これから先も中国、ロシア、北朝鮮の他に日本を敵対視する韓国などの存在がある以上、日本に本当の平穏が訪れるのはほど遠く、これら反日国の周辺諸国に対して優位に立つには防衛力強化は必須だと思うよ。
その中でもミサイル攻撃を事前に阻止できる対敵基地攻撃能力の保有問題を一刻も早く解決して、中国本土をすべてカバーする長距離弾道ミサイルの開発と配備を急ぐべきだという攻撃的意見もあるくらいだからね。中国のやりたい放題を見ていれば、そういった攻撃的な意見が出るのも頷けるな。日本も好んで軍事力向上を行おうとしているわけじゃないもんね。周りの国が厄介だからこそ力をつけようとしているのにさ。賛否両論あるのはわかるけど、いざという時自分の身は自分で守らないとね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。日本の潜水艦は世界でもトップクラスだと謳われているんだ。潜水艦に必要な静粛性の潜水深度もなかなかのものだからな。比較三原則によって原子力潜水艦が作れないことを差し引いても、ここっていいレベルだよな。俺たちはまだ本気じゃないぜって感じがまたかっこいいよね。本気を出さないんじゃなくて制限されて出せないっていうのが正しいんだけどね。今回はそんな日本の潜水艦欧遊について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年3月、海上自衛隊の最新鋭操縦型潜水艦の11番艦欧遊が、広島県の呉基地に実戦配備されることになったんだって。欧遊は呉を母港として、広大な日本の領海の防衛に当たることとになるよ。欧遊ってどんな潜水艦なの？それじゃあ補足として、欧遊のデータを紹介するよ。潜水艦のサイズを表す基準排水量は2950トン、水中排水量は4200トン、長さ84メートル、幅 9.1 メートルとなっているね。これは通常動力型潜水艦の中でも、世界最大規模と言えるほどなんだぜ。エンジンだけど、操縦型では10番艦まではディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛蓄電池の推進方式だったんだ。欧遊も操縦型だけど、スターリングエンジンを止めて、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池併用方式に変更しているよ。従来に比べて、かなり大幅に変更されたということなんだね。うん、興味深いのは欧遊のスピードなんだ。航行地では水上13ノット、水中20ノットということだから、推進機関を大幅に変更したのにもかかわらず、数値を見る限りでは10番艦までの先輩艦とあまり違いが見られないんだ。これなら変えなくてもよかったんじゃ？と思ってしまうんだけど。そういう思うのも仕方ないが。元々の前提が違うんだよな。というのは、現在の日本の潜水艦の位置づけというのは最重要軍事機密に該当するものに間違いない。つまり、国の防衛に関わることだから、性能を簡単に推測されてしまうような正しい数値を公表することは絶対ありえないというのが事実なんだよ。確かに事実をそのまま公表してたら、敵に情報を与えるようなものだもんね。そうそう。例えば、水中速度と連続潜航可能時間の正確な数値が明らかとなれば、この潜水艦の行動範囲が把握されてしまう恐れがあるんだ。だから、前述の欧遊の公表値も眉唾ものというわけだね。もちろん、最新鋭艦欧遊だけではなく、従来の操縦型潜水艦についても連続潜航可能時間や、最大潜航可能な深度等の情報は極秘事項だから、開示されることはないんだ。まさに極秘事項、非中の火扱いということが推測されるね。原子力推進型潜水艦なら、機関部分だけを見ると理論上は無限に連続して航行できるだろうと思われるよ。出力も強力なので、水中速力も30ノットに達するだろうと見られているようだね。そうなの？すごいね。ああ、だけどこれはあくまで理論上の数値なんだ。永遠に航行できる潜水艦といっても、現実的問題として乗組員がいるからな。彼らが艦内で生活するための食料や物資の供給は欠かせないものだし、それをどうするかという問題がある。そうそう、また人間が潜水艦という狭い艦内に閉じ込められる缶詰状態になるという状況に耐え抜く精神面の問題も考えなくてはならないんだよね。そう考えるとやはり、リミットは存在するってこと。確かにどんなに訓練を積んだ乗組員でも、ずっと艦内で生活するわけにはいかないもんね。どんなに潜水艦が優れていても、結局操縦するのは人間なんだし。そうだね。それじゃあ欧遊に話を戻すよ。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用した点を考えると、先輩艦の10番艦までと同じ水中スピードとは考えられないよね。ちなみに長期ではなく瞬間的だが、原子力推進型に負けないほどのパワーがあるのではないかと思われているぜ。うんうん、となると、すべての潜水艦が原子力推進型であるアメリカやイギリスなどが軍事力においては絶対的な優位に立っていることは明白だよね。経費や耐用年数後の廃棄処分などの手間を無視すれば、原子力推進型に太刀打ちできる機関は今現在存在しないのではないかと思うよ。原子力推進型というのは、
簡単に言うとほぼ無限のエネルギーを発生させることができる機関なんだ。全ての物質は原子と分子から成り立っているわけだから、原子の材料は無限上にあると言っていいよな。ちょっとオーバーな例えになるが、人気アニメ新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関のようなものと考えてみるといいかもな。つまり、エヴァンゲリオン人類の敵とされる使徒が体内に持っている永久機関で、これがあるために使徒は半永久的に活動できるという設定になっているわけだ。アムロ、行きます。それはガンダムだな。逃げちゃダメだ。そうそう。それがエヴァンゲリオンだな。さて、潜水艦の性能に関しての最大ポイントは最大潜航深度と言われているんだ。原子力推進型、通常動力型のどちらかを問わずこの潜水艦がどれだけ深く水中に潜れるのかの深さによって、敵が備えているソナーに捉えられずに済む可能性が高くなると言えるよ。深度に対応して標的を絞ったソナーの使用しかできないわけだから、それを逆手に取って自分たちを有利に持ち込む作戦だね。こうなると、自分の艦の位置を敵に知られることなく、相手だけを一方的に叩くことができると期待されるんだ。実際には、攻撃まで行わなくても、レーダーなどに捕捉が難しい潜水艦が海中にいる可能性があることを知らせるだけで、敵の水上艦艇の行動をかなり制限させることができるだろうね。また敵がどこにいるのか探らなくてはという策的行動についても、敵の戦力を分散させる効果があると考えられます。確かに敵がどこにいるかわからない上に自分の位置が捕捉されていることほど怖いことはないもんね。一説だけど OU は、船体に使用されている素材の強度から推定すれば、600メートル以上の深さへ潜航できるとも言われているそうだよ。中国海軍潜水艦が約300メートルということだから、比較すると倍以上の数値になるし、有利だと思われるね。とはいえ、実際にラスカイ太平洋とは違って日本の周りの東シナ海や南シナ海などは水深が浅いんだよな。中国からも近い距離にあるこちらの海域が中国海軍と対決する主戦場へと推定すると、OU はオーバースペックではないかという指摘もあるようだぜ。つまり OU をここらの海で使うのはもったいないということ?多分な、素人考えだが、使うべき時に使わなければ宝の持ち腐れと感じてしまうよな。日本の潜水艦に関しては、潜航深度以外にも高いレベルにあると評判なのが静粛性だよ。日本には比較三原則の縛りがあり原潜はない通常動力型潜水艦しかないのですが、原子力推進型よりも構造的に優れている部分をギリギリまで突き詰めた結果として驚くべき秘匿性を備えた潜水艦となったんだ。つまり、潜水艦の動力を等極限まで低下させたおかげで、敵のソナーにも引っかかることなく、行動するようになったというわけだね。まるで海中の忍者だね。日本らしいや。これと前述の2018年1月の事件を比べてみようか。尖閣諸島沖を潜航していた中国の原潜が航空、海上自衛隊に追跡され、諦めて海上に浮上した事件だよ。空自、海自の執拗な追尾を受けて、文字通り白旗を上げざるを得なかったよね。逆に言えば、追跡されるまで日本の潜水艦に気がつかなかったということだから、その優秀性が証明されたことにもなるよね。通常動力型潜水艦としてはドイツの214型潜水艦、自国使用型潜水艦などが多くの国に輸出されていると聞くけど、その多くに騒音トラブルが発生しているということも事実なんだ。これらを鑑みても、潜水艦の必須項目である静粛性については、日本製が世界トップであると考えても間違いではないんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。またまた日本の技術力が世界を驚かせたみたいだよ。なになにどうしたの?別に日本の技術力が優れていることなんて、今さら驚くことなんてないだろ。これまでも、中国や韓国に大きな差を見せつけてきたからな。そうそう、その度に各国メディアで取り上げられてきたよね。確かにそうだね。でも今回は直接、世界の軍事開発の常識を覆すものだから、中国や韓国だけじゃなく、世界各国が注目するような事案だから、改めて日本の技術力や開発力には驚くと思うんだよね。いくら日本の技術力や開発力が優れてたとしても、日本が軍事開発に使える費用は、他国に比べると、スズメの涙みたいなもんだぜ。そんな開発費で、諸外国を上回る開発ができるなんて考えたらすごいよな。でもさ、軍事開発なんて、結局どれだけ大きな費用をかけたかで決まるんじゃないの?そういう風に、思うのも無理はないよね。確かにこれまでは、軍事大国と言われてきた国が、莫大な費用を投じて開発をしてきた。でも、日本はただお金をかけるだけじゃなく、先人の知恵や、
積み重ねたノウハウ、そして何より、諦めない精神で、少ない開発費という問題を乗り越えてきたんだよ。その精神だけは、お金だけじゃどうにもならない。他国では真似できない日本の最大の強みってことだな。いやー今回はどんな日本のスピリッツで他国を驚かせたのか、見ていこうじゃないか。それじゃあ行ってみよう。さて、今回は南シナ海での米軍との自由潜航訓練を行っていた時のことなんだけど、当時の防衛大臣小野寺氏が、15年も前から南シナ海で訓練を行っていた護衛艦加賀の海底で潜水艦黒潮が、極秘任務を遂行していたことを発表したんだ。なぜ今頃発表したんだと思ってたんだけど、実は潜水艦黒潮は、旧型の潜水艦その前の旧型潜水艦でも、南シナ海で潜航しつつ、中国の潜水艦にも発見されることなく潜航し続けて任務を遂行していたんだ。このタイミングでの防衛大臣の発表は、おそらく中国に対する抑止力じゃないかと言われているんだ。でも、その任務では、そういう型潜水艦の、黒潮潜水艦とは別に海底にいたんじゃないか、って言われてるんだよ。そういう型潜水艦の方が潜水深度が深いと言われてるから極秘任務には向いてるだろうしな。とは言っても、潜水艦の潜水深度は極秘扱いだから、1000メートル潜れるという人もいれば、500メートルしか潜れないって話もあるし、はっきりはわかんないんだよな。そうだね。実際にその潜水深度は謎のままで未だに議論が繰り広げられてるからね。今までの色々な話をまとめると、800メートルくらいではないかと考えられているみたいだね。最新型の潜水艦欧勇、東勇などのリチウムイオン電池搭載艦ともなると、もっと深く潜れるのではないかと言われてるけど、潜水深度自体はあんまり変わらないんじゃないかと言われているんだ。ちょっと待って、ここでリチウムイオン電池搭載艦欧勇、そういうっていうのが出てきたけど、今までの潜水艦と何が違うの？リチウムイオン電池搭載艦というのは、現在世界各国で主流の原子力潜水艦の性能をもしのぐと言われているまさに最新鋭の潜水艦なんだ。なるほどね。それならリチウムイオン電池搭載艦が原子力潜水艦よりどこが優れているのか教えてよ。オッケー、これからリチウムイオン電池搭載艦の性能とやらを見ていこうぜ。日本にはこれまででも多くの潜水艦が開発、製造されてきたけど2018年に完成した欧勇の出現で、これまでの潜水艦の歴史が大きく変わったんだよね。まだまだ進水式を終えたばかりだから、本当の活動はこれからって感じなんだけどね。欧勇完成時は、日本の忍者と言われていて、海底を音もなく静かに進み隠密行動で任務を遂行するまさに海底の忍者だね。ちなみに、欧勇の開発費は660億円だと言われているよ。へぇ、660億円ってすごいね。何言ってんだよ。660億円なんて中国の潜水艦開発費に比べたら半分にも満たないんだよ。逆に安くてびっくりするところだよ。確かに最新鋭の潜水艦の開発費が660億円っていうのは、安くて驚くところだよね。まあ金額のことはさておいて、この潜水艦欧勇の出現には一体どんな意味があったのか考えてみよう。高性能な潜水艦というのは、自国よりも他国の脅威になるんだよね。日本の周辺国、中国、韓国、ロシア、などにとっては本当に目障りな存在で、いや、目障りというより不気味で怖い存在だよね。そりゃそうだ、日本の近づこうとしたら空か海の両方を突破しないといけないからな。海底に忍者のように存在を悟られない潜水艦がいると、自分たちは発見できないが、日本側からは発見されてすぐに防衛体制を整えられてしまうってことになるんだもんな。見えない敵、確かに脅威だね。自分たちからは見えない、しかし向こうからは見えている。どちらが強いかは一目瞭然だよね。ここで、欧勇に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。なかなか気になることが書いてあるよ。中国の無料ニュースアプリでは、潜水艦欧勇に関連した記事を掲載しました。リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発した。これまでの潜水艦は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わってリチウムイオン電池を搭載することにより、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。と、このような記事でした。かなり日本の最新鋭潜水艦に脅威を感じているような内容だね。中国は、最近日本の海域で領海侵犯しまくって舐めた声を取ってるから、これくらいビビらせるくらいでちょうどいいだろ。そうだ、そうだ、こ
それにビビって日本に近づいてくるな。まあまあ、一応脅威には感じてるだろうから、その問題はこれから見守っていこうよ。でもね、一方でリチウムイオン電池搭載について批判的な意見もあるんだよね。リチウムイオン電池は充電のために浮上しなくても済むわけだから、潜水可能時間が長くなり、さらに音も静かで、敵に見つかりにくいという利点があるのに、中国ではなぜ採用しないんだと疑問視されてるんだよ。その意見に対して、中国メディアは、リチウムイオン電池は発火しやすいという致命的な欠陥があると説明してるんだよね。確かにリチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンが発火したという事故はよく耳にするよな。海底で活動する潜水艦なら、火災が発生したら乗組員の命に関わる重大な事故になる可能性もある。発火の恐れがあるリチウムイオン電池は使用しないというのも、理解できるな。海底で発火して火災が起きるなんて考えただけでも恐ろしい。と入っても、潜水艦のリチウムイオン電池搭載に関しては様々な問題のせいで、長い間採用が見送られてきたんだよ。でも、発火や爆発のリスクについての安全性はずっと前から確認されてきたのも事実なんだよね。これは、リチウムイオン電池自体の問題ではなく、中国製のリチウムイオン電池に問題があるってことで、日本製のリチウムイオン電池は、安全性は確認されてるんだよね。そういうことだな。世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているリチウムイオン電池の大半が日本製だし、日本製のリチウムイオン電池が発火したり爆発したなんて聞いたことないもんな。安全性のあるリチウムイオン電池なら、潜水艦に搭載すれば、長期間の潜航も可能になるし、メンテナンスも容易になる。音も静かになれば隠密行動による任務遂行能力も上がる。言うことなしだな。本当にその通りで、潜水艦にとって敵に発見されないってことが最重要なことで、潜水艦の位置を確認する方法一つがソナーマンによる機体音の補足なんだけど、機体の音が静かであればあるほど、発見されにくくなるってことになるからね。でもなんで日本は発火や爆発の可能性があると言われていたリチウムイオン電池の搭載にこだわったのかな？それにはこういう解説があったんだよ。日本は原子力潜水艦を所有することができない。強まっていく中国の軍事力に対抗するためには、リチウムイオン電池というリスクを選択するしかなかった。中国の原子力潜水艦は強力だが残念ながら艦数は不足している。その強力な原子力潜水艦に対抗するためにリチウムイオン電池搭載の潜水艦を作った。中国はリチウムイオン電池搭載の潜水艦を有に危機感を感じている。やはり日本は島国だから、海洋を守るということが最優先なんだろう。だから他国の大型原子力潜水艦に対抗するために、リチウムイオン電池のメリットを最大限に活かした潜水艦開発にこだわったってことだろうな。そして何より、日本だから完成することができたということだね。世界初のリチウムイオン電池搭載の潜水艦が世界中から注目されて、近隣諸国からは脅威に感じられる。おそらく他の近隣諸国が真似をして建造しようとしても、作れないだろうとも言われている。これこそが、日本が世界に誇る技術力なんだろうね。そりゃ、真似をする国も出てくるだろうな。特にお隣の国なんからな。無理に真似して海底で発火して爆発なんて目も当てられないからやめといた方がいいと思うけどな。やっぱり日本のものづくりってすごいんだね。技術もさることながら、一番世界に誇れるのはものづくりに対しての真摯な姿勢ってことだろうね。技術は盗めても、姿勢や考え方は真似できないってことだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。こん中に、中国にひよってるやついる？え？いねえよな。冒頭から暴風用漫画のネタ持ってきたな。中国ぶっ潰しに行くぞ。それはダメだよ。ちょっと過激すぎるな。確かに中国の行動は公然不遜だし、独裁的なところがあるし、身勝手すぎるし、各国からよく思われていないけど。お前ら一番言い過ぎだろ。実際のところ、政府はあれだが、国民は様式派もいるみたいだぜ。そうだね。実際中国が日本の潜水艦に様々な反応を示しているようだね。あまりにも多彩な意見が出ているので、逆に潜航深度についてかなり興味を持つようになってしまったよ。今回はそんな反応を交えた記事を紹介していくわけだな。それじゃあ、行ってみよう。さて、中国ネットではなぜ我が国の潜水艦の潜航深度は日本の半分だけなのか、日本の工業技術は本当にすごいという意見や、中国の潜水艦は日本以上だなどの意見が吹き出しているらしい。他にも海自の潜水艦は時速30ノット以上も出せる。中国海軍は艦隊だ、早ければ勝てるのか、これは戦争なのか、それとも徒競走、あるいは、日本の総有型に比べると、我が国の通常動力型潜水艦には強みはないがとうとう、日本の潜水艦技術に中国が意外にまともなコメントをしているらしいんだ。まあ中国の政府と国民が一致団結しているわけじゃないからな。中国を一括りに悪だと断じることはできないわけだ。
だけど、いくら中国がゼシア・グアンしても中国ではそういう型に試験する潜水艦を建造できないんだよな。それってなんでなの？理由は技術に問題ありということだな。中国に羨ましがられることということは、日本の潜水艦技術に誇りを感じても良い証拠になる。なんだって、軍事費を惜しげなくつぎ込み、軍事拡大路線をまっしぐらに突き進む中国が嫉妬するぐらいなんだからな。それは自信になるね。それじゃあ、改めて中国のネットユーザーの声を見ていこうか。2017年平成29年2月3日、中国のポータルサイトである共同上に、中国の潜水艦の潜航深度が日本の潜水艦の半分しかない理由について分析した記事が掲載されていたんだ。その記事によると、そういう型潜水艦はステルス性に優れ、潜航時間が長く、センサーは敏感で、しかも最先端の魚雷やミサイル等の武器も装備しているということだったみたい。中でも特に注目したのは、そういう型潜水艦の潜航深度の深さだな。重要機密だから日本は正式な発表はしていないから、推測によるものだろうが、記事には、最大潜航深度604ム、通常潜航深度500ム前後と分析しているんだぜ。この数値、中国潜水艦の約2倍の深度ということになるんだよ。やっぱり日本の技術力はすごいね。日本の潜水艦の深度が深い理由については、船体の材料に中国が作れない高強力鋼 NS110 が採用されているためと紹介しているよ。この NS110 は高強度であり、しかも耐圧性が高いから、深い潜航深度が実現できたということ。この事実は世界レベルでも非常に深い深度であるとも断言されているんだ。加えてノイズ低減の工夫もされているため、敵に発見されにくいステルス性もかなり、増強しているはずとも記事では伝えられているよ。また、そういう型潜水艦は非対機依存推進方式を採用し、ソナーなどの電子設備も優れたものが、設置されているから、世界でもトップクラスの通常動力型潜水艦であるとも強調しているんだぜ。さらに、我が国の潜水艦技術力も最近は向上したので、電子設備や非対機依存推進方式など多くの要素で大幅な進歩を遂げたことによって、日本との差も過去と比較すると小さくなっているという主張も掲載されているらしい。といっても、我が国の39型潜水艦が世界一流と言われる潜水艦だったとしても、性能の多くに現状は、そういう型潜水艦とは大きな差がある。と強調し、そういう型潜水艦の優位性を改めて論じているよ。その一方で、そういう型潜水艦がどれほど優秀であったとしても、結局通常動力型潜水艦なんだ。そこなんだよな。日本はまだ原子力潜水艦を所有していないから。どうしても劣る部分が出てくる。そう。だからこその原子力を動力としている原子力潜水艦にはかなわないと分析なんだ。軍事大国中国は弾道ミサイルを搭載した原潜を複数保有しているので、日本の通常動力型潜水艦が世界トップと謳われるほど優れていたとしても、我が国にとっては大きな脅威にはならないという見方も示しているらしいよ。最後に落としたけど、そういう型潜水艦、かなりの高評価を受けているんだ。むしろこそばゆいぐらいだな。共同上の記事に対してネットユーザーの声はどんなものだったの？ NS110 だけじゃない。ロケットやエンジンに関しても日本には到底及ばない。日本を見くびってはダメ。高評のテクノロジーは本当にすごいとうとう。日本のテクノロジーを高く評価する声が多かったみたい。だけど、反対意見も当然ある。我が国の潜水艦は潜航深度だけでなく様々な要素で等に日本以上になっている。政府は機密情報だから公表していないだけだ。中国の有人潜水艇は7000ムまで潜航可能。我が国が製造できないはずはないとうの。中国は日本に劣ってはいないという主張もあったんだよな。また潜水艦の潜航深度は秘密中の秘密。なのに記事の筆者は日本の秘密をどうやって知ることができたのか？とニュースソースに疑問を抱くユーザーもいたみたい。同じくネット掲示板では、2016年平成28年2月3日、中国の掲示板サイトに新しいスレッドが立っていたよ。タイトルは日本の艦艇は時速30ノット以上なのに中国は20ノット。尖閣諸島で戦争になったら日清戦争の二の舞になるというもの。このスレッドには中国のエンジンは航空機だけではなく、艦船でもお話にならない。日本やアメリカの艦艇は時速30ノット以上がデフォなのに、我が国のは20ノット。もしも尖閣諸島で戦争になったとしたら、中国が大敗した日清戦争の二の舞になるだけだろう。という主張が載せられていたみたい。これに対するネットユーザーから様々なコメントは書きの通りだね。速度が速ければ勝てるのか？ 20 ノットだろうが30ノットだろうが、対艦ミサイルからすれば違いはない。今は書きの威力が重要だ。100年以上前の日清戦争と現代の戦争を比べられるのか？戦闘機やミサイルより潜水艦が速いのか？日本の潜水艦を発見されないうちに沈めてしまおう。日本が一番恐れているのは我が国の潜水艦。我が国には核兵器がある。もしもまた負けたとしても、核爆弾というものがある。日本との戦争はミサイルを撃ち込めば即終わる。海に出る必要があるのか？日本の艦艇が音速を超えてから、この話をしよう。とうとう、皇帝混じった評価や、物騒な意見などが散見されているんだ。これらのコメントを見ていると、日本の潜水艦が羨ましいのかもしれないと思ってしまうよ。同時に、これらの意見は自国の技術が世界レベルにはまだ届かないということを知ってか知らずか。
どちらによる見解なのかも気になるところだね。実際のところ、中国の海洋進出はじわじわと進んでいるのが現状で、その一つ、南シナ海での人口等増強については、世界の各国が反対表明を出しているらしいぜ。このままじゃ中国は世界から孤立しちゃいそうだね。そうだね。その反対意見をしがみかけない中国が今後潜水艦を投入してくるのは南シナ海ということになるのかもね。それじゃあ、今回はこの辺で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 。海上自衛隊の最近の潜水艦は、リチウムイオン電池の搭載が基準になっているよね。そうみたいだけど、これっていつくらいからそうなったのかな？ああ、これは漂流型11番艦漂流以降に搭載されているみたいだね。そうそう、でも実は従来艦よりもカタログスペック上の数値は低下しているらしいんだよね。そうなの？うん、だから今回はそんなリチウムイオン電池搭載の潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年は毎年1隻ずつの収益や進水を行っている海上自衛隊の潜水艦だけど、今年2021年には3月に前級最終操縦型12番艦の投入が収益、最新型である太平型2番艦の白鯨が10月に進水しているよ。この投入と白鯨が前級の操縦型と最新鋭の太平型というモデルの違いはあれど、通常動力型潜水艦としての機関構成は共通しており、しばらくは同方式が海上自衛隊潜水艦の標準となりそうだな。この方式は漂流型11番艦の漂流から採用されたもので、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機を組み合わせたものになっており、実戦配備された通常動力型潜水艦としては世界初の機構なんだよね。OU の収益は2020年3月だけど、この2021年12月時点でもリチウムイオン電池を搭載した潜水艦は海上自衛隊のみにしか存在してなくて、今後韓国や台湾が採用する予定であると言われているんだ。話が複雑になるが現在海上自衛隊が実戦運用している潜水艦が前々級の親潮型が最古産で、こちらはディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機を組み合わせており、いわば第一次世界大戦時に潜水艦が登場して以来の推進方式だったな。この親潮型の後、操縦型を建造するにあたり日本でも燃料電池の搭載が検討されたというが、ドイツの209型や214型などと異なりその方式は採用されず、別の組み合わせが推進方式に選択されることとなったぜ。それが漂流型の1番艦漂流から10番艦漂流までの10隻で、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機に加え、スターリング機関を搭載、AIB 非対地依存推進をこれによって実現する潜水艦となるわけだな。うんうん、ここで用いられたスターリング機関は北欧スウェーデンのコックムス社製のものを、日本の川崎重工業者がライセンス生産を行ったもので、連続で 75kW の定格出力を発揮する4機を搭載する形式となったよ。この当時は非対機依存推進を実現する仕組みとして操縦型に採用された同方式ではあったけど、
スターリング機関はその大きさに比して出力は低く、水中航行時の速力は最大でも5ノット程度とあくまで補助的な側面が強かったと思われるんだ。そのため静粛性を最優先とする先行航行時の動力源のメインはやはり、鉛製蓄電池と発電機に依存することとなり、当時の選択としては技術的にも性能的にも限界であったとはいえ、決して運用上の効率が高いとは言えなかったみたい。そんな時に颯爽と登場したのが、リチウムイオン電池なんだね。そうそう。そこで登場してその状況を一変させたものが日本の GS 湯浅社製のリチウムイオン蓄電池であり、従来の鉛製の蓄電池を代替するのみに止まらず、スターリング機関を廃止してもそれと同等以上の性能が見込まれたんだ。これが前述したように2020年3月に収益した総流型11番艦の応流から採用されたものであり、同じ容積重量の鉛製蓄電池の倍以上の容量出力を誇り、課題とされた発火の危険性もクリアしたものとなったよ。当初は鉛製蓄電池をリチウムイオン蓄電池に置換しつつ、スターリング機関も継続する方向も検討されたというけど、スターリング機関を廃止しても求められる性能の確保は可能と判断され、今の形式に行き着いたらしいんだ。リチウムイオン蓄電池は特性上鉛製蓄電池に比べて反復可能な充放電回数が向上していることに加え、充電時間も大幅に短く、かつ出力の持続性が長いことから、従来以上に安定した水中航行時間距離を可能なものとしているよ。こうした特性や性能面では大きく鉛製蓄電池を凌駕しているリチウムイオン蓄電池だが、その搭載にあたっては全くデメリットがないのかといえば、やはり一部にはウィークポイントと言えそうな部分も存在するぜ。まずは総流型10番艦の総流までのカタログスペック上の数値は、水中最大出力8000馬力、水中最大速度20ノットだったが、放流以後はこれが増え5600馬力で58ノットとされている点だな。ちなみにこうしたカタログスペックは最新鋭の大米型では公表されていないが、放流トラ艦隊の大きさ等に大幅な変化は見られないので、これに準じる性能であると類推されている状態にあるぜ。話を戻せば放流はそれ以前の放流型に比べ、水中最大出力値が 30%、水中最大速力が 10% ほど低下しているが、これはあくまで最大値であり、実運用量はトータルで見て上回られると解釈されているけどな。うんうん、これはリチウムイオン蓄電池の特性に起因するものであり、鉛製蓄電池よりも持続性がはるかに勝るリチウムイオン蓄電池は、実運用上では水中での航続時間も距離も延伸されており、作戦行動範囲は逆に拡大したとも言われているよ。ただしそれだけの性能向上を実現しただけに建造に要するコストは確実に増加しており、総流型10番艦の小流で約520億円だったものが、大流では約640億円と 20% 以上は高額になっているんだ。この建造費の増加は最新型である大米ではひときわ顕著になっており、こちらは実に約800億円と費用的に見ればさらに大流からも 20% 以上増えていることになり、高騰が続いていることは間違いないんだよね。それでも大米の約800億円と言われる建造費用も、アメリカやイギリスが運用している攻撃型原子力潜水艦に比べればはるかに安価であり、オーストラリアが原子力潜水艦を調達する方針となった中でもそれは変わらないな。この2021年9月にアメリカ、イギリス、オーストラリアが、突如公表した3カ国による新たな軍事協力の枠組みを課す、これまで基本的に他国に供与されていなかった原子力潜水艦の建造技術を含むだけに注目されているよ。このオーカスに基づきオーストラリアに技術供与される可能性がある攻撃型原子力潜水艦は、イギリスのアスチュート級かアメリカのバージニア級と目され、建造費は最低でも前者が約2400億円、後者が約3700億円とも言われるんだ。これはあくまでも現時点での1隻あたりの単純な建造コストだが、少なくとも大米の3倍に相当する金額であり、これを人口約2600万人ほどのオーストラリアが8隻導入しようというのは、かなり負担が大きいだろうな。これに倣って日本でも攻撃型原子力潜水艦の保有を進めるべきだとの意見が多数見受けられるけど、取得後の維持やメンテナンスを考慮した場合に、数を必要としている日本に有用であるか否かについては慎重な議論が必要だと思われるね。ちなみにオーストラリアが調達する可能性が高いと見られているのは、イギリスのアスチュート級原子力潜水艦の方であり、同級はイギリス海軍では2010年に5、4隻が就役中、
3隻が現存中となっているぜ。アスチュート級？アスチュート級は攻撃型の原子力潜水艦ながら艦首に装備する 533mm の魚雷発射艦六門からは、対地攻撃用のアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルを運用可能であり、この対地攻撃能力の寄与はオーストラリアにとっても大きいと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも見てくれてありがとう。僕からちょっとした豆知識を言うね。東京の豊洲から始まった日本初のコンビニセブンイレブンで一番最初に売れた商品は、なんだよもったいぶるなよ。サングラスらしいよ。そいつはびっくりだな。信じるか信じないかはあなた次第。ではまた豆知識を披露していくよ。また見てね。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